なんですけど、ちょっと嬉しい話がありまして、ハスダネポクポクステーキってところがあるんですよ。そこにちょっと貫禄のあるオーラがある青年が立ってて電話してたんですよ。で、ちょっとその電話わざわざちょっと切り上げてくれて、門外つって大きな声で自分のことをちょっと見つけてくれて、自分のこと気づいてくれたんですよ。で、自分もすぐ分かって、で、ちょっと個人情報になってしまうので名前は言えないんですけど、彼はサッカー部でした。その彼に18年ぶりに再会したんですよ。その後ペコペコステーキに食べるってことでペコペコステーキに行きまして、で、僕はちょうどティアラのところだったんですよ。で、彼の勧めで、今日俺に会ったから、あれやったら勝てるよって話になって、彼の勧めでちょっとジャグラーをやりました。じゃあその結果を動画で流していきたいと思います。ほんと18年ぶりに高校の同級生と会って、ほんとなんか励みになったし刺激になりました。じゃあその動画を流していきたいと思います。本日は高校の同級生、まあちょっと名前言ってしまうと個人情報になってしまうので、あのサッカー部だった同級生とまさかのペコペコステーキの前で再会しました。で、向こうから気づいてくれて、モンゴルって呼んでくれて、自分も一瞬、まあ、すぐ、まあ名前言いませんけど分かりました。まあちょっと18年ぶりに再会したってことで、久々にちょっとジャグラーをやってみましたが、まあ、あの途中まで勝ってましたが、やっぱちょっとスケベ心が出てしまい、ちょっと負けてしまいましたね。今日はまあ1万円ぐらい勝ってたんですけど、最後閉店まで やっぱ設定いい台だったんで最後まで粘ってしまいましたね。で、結局6000円負けです。まあ本当18年ぶりに同級生に会えて本当嬉しかったです。この動画が良かった皆様、チャンネル登録、高評価、グッドボタン、お待ちしてます。それでは次回の動画で会いましょう。チョリース。